でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして、早く向かうとしよう。牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気、たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様がなんとかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ここって配送？こんなところでトラブルがあったの？あなたたちが例の気品だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。ほら、でもあの辺は思考士がうじゃうじゃいてうるさくてさ。あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番か。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽殿を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び、庭園美玉祭も体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。随分と待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら。その庭園美玉祭とやらについて知りたくなった。根気があって優しい。見て、あれって。あれは原木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてこれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天外をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天にいたり星をかけるほどだったんだって。それってつまり、空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら先週よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。
くけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしても、きっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるの。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ほら、ここだよ。随分と詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は大牧師の人に気ままの門って呼ばれてるんだ。
よくここから抜け出して外で何時間も自由を満喫するのか。侵食やらで面倒なことに。ダメだ、この門は開かない。あんまり大木様を待たせると案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっと。なんでね、今のは冗談、全然ダメじゃないよ。それじゃ、ヨウ先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。
私たち大牧師が誇る大型緑鳥演算装置旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、断るごとに緑鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ。緑鳥はね、緑鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定したいとで運行させるの。小さい玉鳥はお出輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピューターにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルナの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば、玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。不言だな。わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格反対まで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり、方眼に漏れなしと称えられる不言殿だ。基地を追い、今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択対戦を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だから不言殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うと
という点に関しては将軍にかないませんね。月さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく休館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど。そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのにここぞという時は力を発揮するのね。できれば大牧師の秘技に見せられたのだけど、客人を待たせてしまうなんて面目ない限りで。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには休館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除ね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、自分で占ってみたんだけど、うちら3人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。you
これでよしと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。超共に見せる大ファントム。
してこい。ここは行政の陣って呼ばれていて、
物事の因果を整理するところだよ。言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そうなら大牧様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。
すべて取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？先週で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格判断に罪がないとも言えない。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは3つの事実を見たからよ。1つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。2つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ナフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大木氏が私に対して休館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして3つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも休館の陣は嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、陣が捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを、請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから。そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば今までの私たちの努力が水の泡になってしまう。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。
くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないのはアイオーン同士でしょ。なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先修人なのかい？他のアイオーンはともあれランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたからあんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と北条の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。分かったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら先修人は死者の名前と玉鳥を獣王子の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。あ、無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン、不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。ま
るで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ。友達？いや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。勝負にかかる。
は出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくりくぐつだったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気分の。よかった、すぐに私を地高地に運んでください。無口くん、羅刹ごめん、また寄り道する羽目になりそう。この子は中央市の区別判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん、私についてこいって言うんじゃなかった。あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ、よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は区別なんだ、だから地高市まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよお嬢さん、僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、コッタにしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。まだです、この身はからくり、肉体でもあり。からくりでも肉体でも形あるものにすぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です、どうやって医術って範疇を超えてるよね。ほじほなのよかった、地高市に帰らずに済みました。任務を続行します。十王氏の律令により判官は外の者と縁を結んではなりません。ですが助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。ついてきてください。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和の主に飲み込まれ同化した。その二、アイオーン同士の戦い、強い
方が弱い方を消滅させるの。官職のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も十種の導きのもと宇宙を渡って工場の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探した魔物を求める薬乞いだった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる魔物剣木を手にした。けどすぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして獣種が現れ、一死で剣木を射抜き、分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。時間だわ。始まったわね。
うち今回は足を引っ張ってないでしょ。あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは静寂だと。ってことは静寂の力で剣木が生命力を得た。この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。選手は定休の指名より加護を受けている。他のアイオンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内部に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は、私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうして普賢殿が解いてくれるとは。性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が先週と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた。薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。
また私に策を練れと。ああ、ウゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い、再生の勢いを止める。うんうん、砲丸を持つ不言殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。不言殿は私が性格の在りかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく、ウゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい？性格ハンターが恋に列車と選手を結びつけたなら、ひねりに飴だ。その行為に甘えようじゃないか。突然木が大きくなったの。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは忌中の日、選手の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも不言殿に一言忠告しよう。規則は選手があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。ウゲン殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に性格封じの策に加わってほしい。運気軍の方は不言殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り、不言殿と再度合流してほしい。貴賓に命令などとんでもない。全てを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。やはり過小に誤りなしのようね。
れたまま、枯れたままの剣木が蘇るとは。戦術は前途多難ね。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵室に一番近いから、もうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから、私についてきなさい。
調子はね、今日と共に散れ、サーレイファントム。
勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか、大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。幼児ちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、区物が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。は泉州の用地、大牧師と同じ位置にあります。許可なく構造紙に踏み入ると、法令により最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。脅しているわけではありません。助言です。大牧師の時のように先に構造士の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。悲しい。そうだよ。何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから、安心していいよ。将軍様が直接？君たちは？ふざけてる場合じゃないだろ。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造士は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。ダメだ、先生がまだ中にいる。講師先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。
間に合わなかったんだ。緊急事態だったから頭が回らなくてね。しまった、航路がやばいって先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって本当？ああ、軽減将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの玉符を受け取って、先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら、安心してくれ少年、君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。行こう、もう喋る気がなくなっちゃったよ。火が暴走？きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。はあ、よく見ると根は全て地下から出てきています。はあ、ただで庭師をやらざるを得ないようですね。僕どもよ、猿がいい！いや！近づくな！それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ！話を聞いて！うちらは毒なんかじゃ！言い訳するな！どうせ通りかかっただけだの、不注意だの、門が開いていたなのと言うんだろ。市街で異変が起き、彼の死に勇気を出さなきゃ。族の翼か。さあ、くらえ。兵器が当てにならないなら、私の姿を思い知らせてやる。起きろ。あんなに可愛がってやったのに。よくも俺の可愛い子たちを粉々に。弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。ああ、俺の名を知ってるのか。まさかこの妖金家のてっぺんたる甲州亮の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は軽減将軍と不元さんの依頼を受けて探偵室に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。
方になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領された挙句、司法の増加航路まで奪われた。手ごわい妖怪め、どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中には。やっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造時の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。構造士がずっと完成させることができなかったからくり、共感映画だ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。魚介門を見ただろう。この共感映画は魚介門と同じ機能を持つ。二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。確かに転送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。完全にダメっぽいね。開拓の怪奇暗号以下だ。の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで帝博士は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が平和に絡まってしまってな。構造士の力を見せてよ。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。あの妖怪が押し入ってきた時、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。高中ルコというカラクリ装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもないんだ。伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ。気は火にかけまい。
に教わっても努力は己にある。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ童貞が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだな。あの妖怪めきっと言いたかったんだろう。よし、じゃあ早速教官兵の向こうに行くぞ。長引かすぎてまた枝が伸びる前だ。
ってたみたいだぞ。これでいける？界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ。根が再び入ってこないうちに。これからすべきことは、さりげなく怖いこと言ったね、あんた。
に絡みついている根が見えるか。枯れているぞ。本当によかった。もうお前らを阻むものはない。
ご注射の時間です。普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先囚人がなぜ遵守に従い法上を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから先囚は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。妖先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。先週は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵市へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。
張ってないでしょ。
くつもの星を越えて泉州にいらした方々は悩み事を抱えて落ち込んでいるか疲れ果てていることが多いのですが、あなた様の足取りはしっかりとしていて活力に満ち溢れています。さすがは七死人ですね。本題に戻りましょう。あなた様が入手された流番公約を分析してみました。とりあえずの結論が出ましたので、これを新作府まで届けていただけませんか。流番公約に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらが流番公約の薬理に関する考察です。副市長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか。同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに、彼女が力を貸してくれたからこんなに早く薬理の分析が終わったんだね。早速報告書を見させて。解毒剤がない。ち、あいつら一体どこでこんなに難しい丹方を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でもこれも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。あれは新作府からのお礼で、これは私個人からのお礼。
ラフの選手のためにいろいろと手伝ってもらったからには作市長としてお礼をするのは当然のことだもの。いるのは同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作府からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが、私の代わりに届けていただけないでしょうか。お願いいたします。もしあの子が何か困っているようでしたら、お戻りの際に教えてください。薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。怖いからじゃない。分かったか。バカ、その話はやめろって。
お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち、私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり、私のものを盗んだりするの。お兄ちゃんが来てくれなかったらきっとやられっぱなしだったと思う。あ、タンスン様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっとタンスン様も忙しいよね。お兄ちゃん、ありがとう。タンスン様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる、寂しそうだな。まあ、俺が気にしても仕方ないか。薬は届けたから、タンスに報告しよう。私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんで、その繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それで、そのもう一つお願いをしてもよろしいでしょうか。あの子に会いに行きたいので、道を案内していただけませんか。あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それにあの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだ時、構造室の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造士の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。
苦難を
を乗り越えて探視長という地位についた今でもどうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそさっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですがあの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば私の言葉などただの小雨に過ぎません。共鳴士は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気候や手術で改善できるような血管も先週時には手の打ちようがありません。いかなる方法でいかなる気候を埋め込んだとしても私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出はそれ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって転結は永遠の苦行であり、避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にもこのような苦しみは与えられないというのに。ああきっと転結は儒家の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。長楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところであなた様に贈りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それではしばしのお別れです。タスは贈り物を用意するのに少し時間がかかるって言ってたし、少し時間ができたな。三四し都市に行って本でも読みながら連絡を待つか。
お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。何千年も変えていた木が。よく来てくださいました。始めた。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばとあるものをご用意しました。新作譜から提供されたものを分析していたらひらめきが降りてきまして、歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲小露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますのでここでお別れしましょう。今度お会いする時はあなた様のお姿を見られることを祈っております。味がする。でも特に体に異変は感じないな。急に頭痛が。どういうことだ。おかしい。全身が熱くなってきた。苦しい。息ができない。少しは楽になったけどまだ気分が悪いな。どうにも違和感がある。新作譜に行って生息に相談してみよう。何千年も枯れていた木が。何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。
ねえ、どうしたの？あなたたち、彼を傷つけないよう気をつけて。ねえ、ねえってば、しっかりして。大丈夫？よかった。目が覚めたんだね。一時はどうなることかと思って、冷や汗かいちゃった。あなた、新作府に入った途端に武器を振り回し始めたの。あなたが暴走した時の姿は、魔音の身に落ちた同胞とまるで同じだった。きっと何か理由があるんだと思うけど、新作府に来る前に一体何があったの？あなたの話を聞く限り、彼女が渡した贈り物とやらは、あの薬王秘伝の怪しい丹方と同じものみたいね。でも少し不思議なのは、あなたを見た医者が言うには、あなたの体には何の異変もないらしいの。あなたをからかっただけなのか、あるいは彼女の薬があなたには効かなかったのか、いずれにしても後で再検査した方がいいかもしれない。薬王秘伝の戦略に秘められた効果なんて誰にもわからないからね。私は今からダンスを指名手配する。もし彼女の行方が分かったらすぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って、あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。Thank you.
今回は足を引っ張ってないでしょ。私は薬王秘伝の姉妹兄弟の長であり、慈悲なる薬王の子孫。私たちは千秋同盟を豊穣の道へと導く者。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか？何か変化は感じましたか？不死の仙法を求めて千秋にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。千秋には確かに長命種になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲小露丹を飲めば、薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。あなた様の小姉から察するに、特に異常はなかったようですね。呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか。あなた様の体質は一般の方とは違うのですか。性格？それはありえません。仮に本当だったとしても、短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかすると、様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることは、あなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか。自分たちは正義である帝宮の使命を代表して、邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか。それは本当に正しいのでしょうか。あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか。あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフから
全てのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。お互いに刃を交えたくないということであれば、ここでお別れしましょう。この数日間ずっと考えていました。要求過疎は前進ではなく、薬王様も邪神ではない。あなた様が軽減将軍の味方をするのは、ただ彼らと先に知り合ったからに他なりません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイシ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること、心から願っています。さようなら、七死人様。新作府に行って生族に知らせよう。捜索を急がないと。とにかく
なたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば単数の捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵士に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまた単数に出会ったらすぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれたお礼。